一般財団法人法案通信協会は、遊戯機の形式試験を主業務とする、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律、第20条第5項の規定に基づく、国家公安委員会の指定試験機関である。通称、補通協。1982年5月に、財団法人法案電子通信技術協会として、設立した。 1985年2月、国家公安委員会工事第3号に従い、国家公安委員会から、遊機試験及び形式試験の指定試験機関として、指定を受け、試験業務開始した。2012年4月、財団法人法案電子通信技術協会から、一般財団法人法案通信協会に改組、改装、解消した。遊機メーカーより提出された書類及び、 実写試験にて遊戯機が規定上の条件を満たしているかどうかを都道府県公安委員会の委託を受けて形式試験を行う機関である。遊戯機のスペックはこの試験に通るか否かで決まる。遊戯機が世に出るまでには大まかに遊戯機メーカーが指定試験機関に試験を申請府荷であれば1に戻る各都道府県の公安委員会の検定を受ける台がホールに設置され、 ホール諸葛の警察が試験をするデビューという流れになっている。形式試験の手数料は都道府県警察関係手数料条例で定められており、1機種につきパチンコでは約152万円、パチスロでは約181万円である。試験が終了すると形式試験結果書が交付される。機種名に2や A など、 一見意味のない絵数字などが付加されていることがあるが、これは一度試験を落ちた機種は同じ機種名で形式試験を受けられないので、再度試験に出す際に数字を振ったりアルファベットを振って別の機種扱いにしているためとされる。あるいは確実に試験を通すためにわずかに仕様の異なる同様の機種を末尾のみ異なる機種名で複数同時に試験に出す場合もあるようである。 また、形式試験をクリアした機種でも実際には、様々な事情で発売されずお蔵らいになるケースも珍しくないため、2といった機種名であっても、1は発売されていないケースも多い。ごく稀なケースだが、補通業の試験は通過したものの、各都道府県の公安委員会が認可せず、設置不可になるケースもある。県にはという題が全くないというのは、こういった理由からである。 三重県では2000年までパチスロ機の設置を一切認めていなかった。2000年代中盤では非放電が山梨県では設置が認められなかったケースなどがある。都道府県によっては薬物などに独自の規制を設けている場合もあり、そのためメーカー側が当該都道府県向けに独自のバージョンを投入するケースも見られる。例としては入門牢が 京都府において設置が認められず、結局メーカーが女性の役物に水着を着せたバージョンを用意することで設置が認められた事例がある。都道府県警察向けのヘリコプターテレビ、中継システムのコンサルティング、保全といった業務やコンピュータフォレンジックス関連の研究開発業務なども行っており、警察庁、消防庁などと共同でセミナーを開催したりもしている。 社会的不適合期とも表現される。補通協が台を検査して合格後に、公安委員会が認定し普及していた機種でありながら、過度の社交心を煽る、ギャンブル性が高いという理由で、1996年にパチンコ業界団体から社会不適合期96機種が発表され、70万5000台が撤去された。遊戯機の形式試験業務は長期間にわたり、 保安通信協会が業務を独占していたが、風営法第20条第5項に基づき遊戯機の形式試験業務を扱う申請を出した組織は存在する。ただし、個々の理由により申請の不許可、権利の返上をしているケースがほとんどである。パチスロ4号機は、ストックの消去やサブ基板を遠方から操作可能な構造となっていることから、 これらの遊撃機の試験を合格にした、補通教批判もあった。パチスロ5号機の中でも、ボンバーマンビクトリー、スパイダーマン2など、役を意図的に外すことでゲームを継続させ、補通教の試験時では確認できなかったデダマリーズを実現させている遊撃機が出現している。これに対しても批判があったが、警察庁の内規変更により2007年9月、 以降に検定申請を行う機種については、試験方法が変更されたため、リップパン外しによる出玉率の向上は望めないこととなった。役員に警察出身者が多く見られること、競合する期間が2013年2月まで存在せず、非常に高コスト体質であること、検査の時間が異常にかかることなど、そのあり方はしばしば批判の対象となっている。ありがとうございます。